ごきげんよう劇団小林ライトの店です。僕、思うんですよね。一日の管理。やっぱりこだわりチャイ。こだわりチャイなんですよ、本当に。もう、チャイ出てくるぞっていうぐらいこだわりたいですよね。ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらい、そのデイリーログを、ちょっと自分たちで作ろうみたいな。企画がありまして、メメログのメメさんがね、中心になって運営している、ブレッシングっていう、ネットショップで、発売予定のリフィルのサンプルが届いたんです。で、もう実はこれもう本当に、ここ2週間ぐらい ?3 週間ぐらいか、使ってたんで、これをね、ちょっと見せながら、僕の今の一日の管理の仕方みたいなものをシェアできたらなと思っています。よろしければ最後までお楽しみください。まずですね、ちょっとこれもう、これ使っていくか。届きました。ね、これちょっと今表紙なんですけど、リフィルの袋に入ってこれが表紙になるやつ。これ、まあちょっといろいろありますが、よいしょ。はい。書き込みたくなる計画帳。これいいでしょう。こういう表紙です。はい。で、今回のテーマは、愛媛の人はピンとくるんですけど、計画帳。これね、計画帳ってね、なんかやっぱ、出してる、県って結構少ないらしくて、はい。愛媛の人はみんなね、やっぱ計画帳に帰るまでに一回書き込んで持って帰るみたいなんで、それで、ね、次の日の時間割を作るには、次の日の時間割ごとに、ランドセルに、エクールとも言ってましたけどね、中学校の時のカバン。そこに入れていくみたいな、作業する。それを、フォーマットをすごくモチーフにして、だからそれを覚えてる人は、まあ、懐かしいみたいな、そういった使い方になっています。で、まだこれサンプルなんで、穴が開いてないんですけど、よいしょ。このぐらいにしたらわかるかな。まず、日付書くところがあって、で、ここに枠が2つあって、で、時間割の、ね、書くやつがあるけど、まあ、タスクが6個まで書けますよと。はい。まあ、僕いつも10個って言ってるんですけど、まあ、この10個に関しては、もしこれからね、サイズ展開があって、バイブルとか、英語サイズとか、まあ、そういったところが、選択肢に上がってきたら、ありなのかなと思っていますが、まあ、とりあえず、M6、ミニ6で管理するんであれば、まあ、6個ぐらいが妥当かなと。で、あれじゃん、中学校までは6時間目までだったでしょ。まあ、高校だって7時限目とか8時限目とかね、私立とかってあったかもしれないけど、まあ、6時限目ぐらいまでが、まあ、小学校の時の計画帳っぽいかな、みたいな。まあ、計画帳を持ってた人少ないんだけど、まあ、全国的に見たら。まあ、でも、ちょっと懐かしい感じが。で、ここが、まあ、補足みたいなことなんですけど、これ、このリフィルのこだわりポイントの一つとして、ここの時間割と曜日と、この数字。まあ、はっきり言ってこれ遊び心じゃないですか。計画帳っぽくするっていうだけなんで。これね、ここ以外のところは、実は何にも書いてません。ほら、ここもさ、日直とかさ、本当だったら書くんじゃない？書いてません。ここのフリーページも書いてません。で、これ横にね、時間軸が、あって、こう予定をね、時間で入れることができるようにしてるんだけど、そこも何とかは書いてません。うん。一応ここには、例えば、天気や体温記録とかね、時間や場所などの記入とか、そういう使用例は書いています。が、それをここに書いてないのよ。うん。メモとか、そういうのを書いてません。これどういうことかというと、まあ、僕のこだわりというか、僕がやっぱバレットジャーナル出身なので、まあ、基本的に方眼1枚で全部やってたんですよ。で、システム手帳になるにつれて、やっぱりこのフォーマットっていうのがあると、要は毎日再現性の高く手帳を記入することができるっていうので、便利なこともあるだろうということで、このリフィルっていうものを開発していったんですが、まあ、それぞれの人がここに書きたいことが変わるんじゃないか。なんなら、日によっても変わるんじゃないかというところがあるので、そこが、空白になってます。だから毎日、こういうとこに何個か、こういうとこに何個かっていう感じで自由に決めれる。じゃあフォーマット見られないかなんですけど、これは使ってみるとわかるんですが、フォーマットがあるから書き込みたくなる。フォーマットがあるから、ここにこれ書こうっていうアイデアが生まれるっていうところがあるんで、その絶妙なラインを追求したでフィルムになります。で、もう一つの特徴としては、ここだね。めっちゃ尖ってます。この横に予定を書き込むんですが、ここが2時から12時まで。で、13時から23時までになってます。だから、まあ、要は端っこまで書いたら12時まで書けるのかな？うん。だから深夜1時が書けません。ね、深夜2時から始まっちゃうから。まあ、一応ここなんで、まあね、だから12時から1時までは書けないんですよ。で、ここも12時で、次のところ13時から始まります。だから、12時から13時までのところは、直接書き込むことができません。うん。で、これは、難しいところで、その手帳を書くことによって、こういう時間を有意義に使ってほしいなってところが、なるべくストレスフリーに書けるようにしようっていうのがまず1点。と、12時から13時って、まあ、昼ご飯食べる人は、まあ、ランチとかそういうことになってくるだろうし、昼休みの人も多いんじゃないかなと。意外とここ書けなくて、まあ困らないかなっていうのと、あと、夜はやはりなるべく早く寝てほしいっていうのもあって、12時以降がたくさん書けるっていうのはどうなんだろう。まあそんなにいらないんじゃないか意外と。で、夜勤をされてる方の意見もすごいその制作の段階で多かったんですけど、その逆に言ったら夜勤はどこかこう夜勤って、まあ、書くことになるとは思うんですよね。で、その、おそらく手帳に書き込んだりしないといけないのはこう勉強だとか、あと、その仕事とかでもなんかミーティングだ、なんか外回りだ、誰かと会うんだっていう、そういった仕事が多い人なんですよね。で、そういう人は大体日中が多いから、日中のところは細かく書くことはできますよ。でもランチのところはあえてもう書けなかったりもするけど、その分ここを書きやすくしてる。で、これは、一番攻めたとこなんで、まだね、わかんないけど、僕なりには、あ、書きやすいところが書きやすいなってなるかなと思ってこういうデザインにしました。はい。って感じかな。これを90枚入りで、販売していこうかなっていう感じなんですよ。で、とりあえずこれを穴開けて、挟んでいこうよね。あ、そうか。よいしょ。穴開けパンチで。開けていきましょう。あ、こんなに入らなかった。よいしょ。ね、これ90枚入りだから、1ヶ月半ぐらいは持つのかな？あ、違う、3ヶ月ぐらい持つのか。どうなんだろう。もうちょっといいや。いいね。穴開けたらこんな感じ。これは、販売の時には穴が開いてるはずです。あ、合ってるね。あれ？こうやな。ああ、そうや、そうや。そうそう。あった、びっくりした。これ焦るよな、毎回。表紙がないから。そう。表紙がないんですよ、これ。最初がこうなっちゃうんです。これなぜかというと、見開きなんで、最後これで終わっちゃうんですよ。で、最初これで始まるんです。つまり、長く続けてほしいと思ってるんで、こんなデザインにしました。うん。やっぱ表面がこれなのちょっと見苦しいというか、ね、ここ真っ白にしたかったんだけど、そうするとやっぱり、あ、次使おうっていう時に1枚か2枚無駄にしちゃうことになるんで、そう、ここら辺も、ガチの手帳使いの人に刺さるようにっていうところもちょっとこだわってます。で、これ、サンプルでね、サンプルというか印刷して、試しに使ってたやつなんで、これね、大変だったんだよ、これ。両面ないからさ、分厚かったし。で、これ今、何日分あるのかな？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12枚。12日間分、ちょっとサンプルでいただいたんですが、うわ、めっちゃいいな。ちゃんと OK やったな。どうすか？ええねえ。しかも薄っ。これ1週間分しかないのに。いいね。紙もね、薄さもこだわったんだけど、薄いだけじゃなくて、書き味。ブレッシングさんでも扱われてる紙を使ってるんで、すごくインク、万年筆、どっちも書き応えがある。やっぱりこれさ、こういう遊び心があるリフィルだし、便利さだけじゃなくて書き応え、うん、書いてて楽しい。やっぱそこも大切だと思ってます。はい。ですね。ちょっと書いていこうかな。どこかな。まあ。ちょっと待って。今日のところね、試しにだけど、ちょっと待って、これ、もうちょっと引いた方が、あ、これ全引き？あ、寄せとったんか。よいしょ。こんな感じで、5月の22水曜日で、今日の体重、で、体温、みたいなことを書こうかな。うん、で、例えばこことかだったら、昨日からどうだったのかをね、下がったか上がったかを書いたりとかして、はい、こんな感じで楽しめると思います。で、今日の予定。サブちゃん、稽古で、ここに、時間が決まっているのを書き込んでいきましょう。はい。で、今撮ってる木曜日の動画。で、今日は絶対に昼寝する。寝る。で、できれば温泉行きてえなと。で、17時からミーティング。うん。こんな感じ。まあね。もちろんデコったりとか、そういうのも楽しいんだけど、まあ一旦僕はシンプルな感じで使ってみようと思います。はい。で、あとはあれかな。必要なことでいけば、優先順位とかを決めてもいいかもね。稽古は絶対に動かせないから A。で、木曜日動画は動かせるから B。で、まあ、最悪今日じゃないから、行くてもいいから BC。まあでも今日やっちゃってるけど。で、寝るは、動かせるけど、今日絶対やりたいから B。温泉は、まあ、動かせるから C。で、ミーティングは動かせないから A。はい。なんで、優先順位が決まっていく。で、稽古とミーティングだったら稽古が先。ミーティングが2番。で、B は、サブちゃんと寝るなんで、まあ、サブちゃんの方が大事やけどなって。で、めっちゃ迷って、これ優先順位決めれんけど、まあ、1、2ですね。で、温泉はまあ C の1。で、これを、優先順位順に、クリアしていくということですね。で、僕はここに体調のことを管理、ね、書いたりとかします。まあ、ちょっと眠いっていうのと、便秘気味。で、あとなんか体温、あ、てか汗をよくかく。不思議でしたね、今日もやっぱ。なんか、そう、代謝が上がってんだよな、最近。まあいいことだとは思うんですけど。はい。って感じで。だここもちょっとした、こう日程の気づきとか追加とかがあったら書くとかで、まあ隙間は開けれますよね。うん。で、こいつに予定をぶち込んでいきましょう。はい。そう、これ。攻めたなぁ。で、この10時から14時までが稽古でした。で、ここからここが、サブちゃん。で、起きた時間は、今日は7時でした。うん。まあ、だけど、これ一応予定だから、予定でした。ごめんなさい。はい。で、うん、ミーティング。はい。今日の予定はこれだけですね。うん。で、実際に、僕はこの下側を実際に、やったことを書いていこうと思います。だから本当は起きる時間は、ね、ここに書かないからね、7時。で、実際は9時半から始めて、ちょっとこのぐらいにサブちゃんはなだれ込んじゃったよね。で、10時から14時までは稽古でした。これは変わんない。で、今、木曜日の単独動画を15時からやってます。だからここら辺までだろうね。うん。で、おそらくミーティングはここまであるでしょうけど、これを記録していくって感じです。で、こっち側。こっち側は、はい。今日の目標っていうのを書きます、いつも。で、この日はもうちょっと朝書いちゃったんで、それを写しますけど、仕事を終わらせた後に、体をリフレッシュさせると。はい。こういう目標にしました。で、この後は、まあ、適当にメモをしていくっていう感じですね。で、ちょっとそれを、まあ、今これをさ、こうガチで使い方を見せたけど、実際にじゃあ使ったらどうなるかっていうのをちょっと見せていくんですが、ちょっと待ってね。なんか、閉じた方が見やすいと思うから、閉じるね。閉じるねって別に、ね、閉じるねって言われたって、あ、はいってなるけど、よいしょ。実際に使ったとこちょっとみんな見てもらおうかな。こんな感じになるよと、ちょっとクラフトなんで色がね、想像つかないかもしれませんが、こんな感じです。こうね、ちょっと待って、あ、これも、これも一回外します。はい、こんな感じ。シール貼ったりとかしたらまたね、映えます。僕ぐらいでもこれ、このぐらいできるし、ちっこいシールとかね、たくさん貼ったりとか、マーカーで色を塗ったりとかしても面白いかな。はい。で、こう実際にね、こう、終わったら消していくみたいな動きもできるんで、その日のタスク管理みたいなこともできると思います。はい。こうですよ。いいよね。これ、ここはね、食べたものの記録をにしました。はい。で、ここら辺から目標をね、ちゃんと書くようになったんだよね。うん。で、たまにこの付箋とシールの邪道デコ手帳術みたいなデコをやると、盛り上がります。個人的に。はい。で、あ、隙間が空いたらね、こうやってシール貼ったらいいですよ。僕でもそういう発想はあります。はい。でも文字だけでも全然、ほら、これね、書き込みたくなる計画帳って本当に、めめさんが考えた、本当面白い、タイトルだと思ってて、マジで書き込みたくなるんですよ。書き込むと、この楽しさがわかる。で、すぐ書き込むと、それっぽくなるでしょ。ね。これを毎日記録していく。はい。で、これ23の木曜日とか書いてるんですけど、これね、ちょっとしたコツとしては、これ22書いてるじゃないですか。で、日付ぐらいは書けるんですね。こう。で、日付を書いちゃう。5、2、3の、木曜日か。だいたいね、1週間ぐらい書いていいです。うん。で、こう、例えば早急にさ、なんかパッとこう、突発的に仕事入れられたりとか、突発的に用事ができることあるじゃないですか。でそういう時は、こう、このちょっと、まあ、もちろん僕は手帳オタクなんで、ウィークリーのページも、もちろんあるんですがね、こう、ああ、じゃあ23日なんか忘れたらあかんな、みたいな、あったらここでパパパッとメモする、みたいな使い方ができます。はい。そういうことをすることによって、まあ、ちょっとだからフランクリンプランナー的な、要素も、あるのかな確かに。使い方としては。そういった感じで、なんか未来のことをちょっと書くとかでも、まあ、これ薄いから1週間分ぐらいは優に入りますんで、これ2週間分ぐらい入ってるけど、うん。薄さ的にはどうですかね。そう。なるべくたくさんの日数挟んでもらいたいっていうのがあって、そう。こう、ね、手帳を開いて今日の部分しか開けないんだけど、もちろん未来のところにさっきみたいに先に日付を置いて、あ、日曜日の先にここら辺に変えとこうとか、そういうこともできるけれど、うん。過去も見てもらいたいと思ったんですよ。こういう手帳の時は。まあ、今ちょっとこっちにね、移動させてますがね。そう。え、この頃のやろ、え、ちょっと待って、みたいな感じでメモをする。そう。それを、取っておいてほしいなっていうのがあるから、こんな形にしています。はい。必簡単ですよね。うん、で、デコラッシュとかをここに貼るとかでマジでいいらしいです。で、僕は結構これを、ガチの、1日管理でね、まあ計画帳みたいな感じでちょっとパロディっぽいというか、使うことの楽しさだけじゃなくて、もう普通になんか商品としておもろみたいな、クスッとくるみたいなことも入ってるように見えて、実は、使い勝手としてはめっちゃマックス頑張ってます。はい。相当面白いと思うので、もしよかったらね、はい、これ、販売されたら手に取ってほしいなと思ったりとかしてますね。うん。で、まあね、これが販売して手に入るまではね、じゃあこのリフィルが使えなかったら1日の管理ができないのかって言ったら、決してそうではなくて、僕が今1日の管理で必ずやってることっていうのが、もう全部が詰まってるんです。まず体調とかの、毎日刻々と変わるものの記録と、ここのね、時間軸。今日は何時から何時までこうやなっていうのを自分で手で書きながら、視覚で、分かっていく。ああ、やべえな、今日はとか、あ今日は時間あるからこうなんかできるな、みたいなことが見えてくるんじゃないでしょうか。あと、タスクっていうのも、だいたい1日にさ、やることって、今日はこれがあるわ、みたいな感じで予定で1個か2個だと思うんです。で、詰まってたら、どこまでも詰まるけど、毎日6個のタスクを書くって決めると、多分暇の時は、あ、じゃあなんか、今までできんかったことやろうとかで、ちょっと、なんだろうな、先延ばしにしたことができてみたり、今日は忙しいってなったら、6個溢れてるやんなった時は、まあもちろんここに書くこともできるけど、書く時に、うわ、溢れてるってやばいなっていう感じで、その平均がわかるっていうのがめっちゃでかいんだと思うんです。この手の話って。そう。だから6個っていうのにあんまり意味はないです。6時間目までだからっていうんで、そこは時間割の、計画帳の時間割だから、ね、6、その前だろうみたいなところで始まるんですが、まあ、そこら辺も含めてね、楽しいと思いますので、ぜひね、触ってもらえたらなと思います。で、このリフィルを使わなくても、うん、1日のタスクを書き出す。そして、時系列に落とし込む。で、体調とかみたいな、毎日刻々と変わるものを書くと、手帳に書くことが、なくならないのでいいかなと。で、最近やってるのはこのフランクリンプランナーを踏襲した、この時間を把握してどれを選ぶかみたいなことをちょっとやって、その優先順位とともに行動するみたいな感じですね。うん。で、これが1週間貯まれば、1週間の振り返りになるし、1ヶ月貯まれば1ヶ月の振り返りになる。うん。やっぱり人間は何回も振り返った方が体に定着するし、やりたいことも明確化されると思うんで、そんな感じで使ってもらえたらなと思います。これ、販売され次第、また、ご利用しするんで、皆さん買ってくださいということで。いかがだったでしょうか。まあ、今日はね、ついに私が、理想とするというか、まあ暫定だけどね、今一番使いたいなと思うデイリーリフィルが、本当に着々と完成しています。ぜひね、手に取って使ってみてください。皆さんがね、たくさん買ってくれたら、バイブルサイズとか、皆さんの要望がもっと取り込まれたリフィルができると思うんで、そこら辺も、期待しておってもらえたらと嬉しいです。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグ202で視聴者が Twitter、Instagram で交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。あと、サブスクリプションが2種類です。詳しくは概要欄にありますので、そちらも、検討してもらえると嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。ということで、うわー、ついに本物が来た。嬉しいな。はい。皆さんもハッピー手帳ライフをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。